さあ時刻は夜9時を回りました。1月12日今年入って2回目のエンパナータイム2の時間がやってまいりました。お相手は DJ モーリーです。今日1日ちょっと寒いですね。今のこの時間も結構こう底冷えする寒さになってる沖縄じゃないでしょうか。はい、今日もこの後10時まで1時間お付き合いください。オープニングです。マンウィズミッションでパノラマレディオ。1月12日火曜日、今日のオープニングはマンウィズミッションでパノラマレディをお送りしました。この放送は小座高校道向かいにあります楽樹堂の提供でお送りしていきます。さあということで FM 小座のスタジオから今日もこの後10時までのね1時間生放送となっております。お相手は DJ モーリーでございます。もう年が明けまして、12日目、まあ早ね2週間がこう経過しようとしておりますけれども、まあいろいろやっぱり慌ただしいですね。うん、ちょっとずつ落ち着いてきたとはいえ、やっぱこうなんかこの時期ってね何かとこう忙しいんだなと改めて思いました。はい、
まあこれからじゃないですか、新年会がまたね、2月に向けてこうどん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 こう多くなってくる時期だと思いますけれども、まあ夕方の放送でも言ったんですが、僕はですね今週3つかな、新年会または異業種交流会的なものが、まあ、飲み会が明日明後日土曜日と、続いていくんですけれども、あんまりないですよ本当に。お酒飲めない僕に新年会がこんなにある週なんてまずないですからね。多分36年間生きてきて一番多い新年会一応先週1回ね金曜日にやって、で、今週3日みたいなね、そういう感じなんですけど、まあ来週もね1件ありますけれども、まあいろいろねやっぱこう家族もありますから、出費っていうところで考えるのか、将来の自分への投資と考えていくのか、この辺ちょっと難しいところですけどもね、なんとかこう嫁を、はい、言いくるめていいプレゼンをして新年会顔出していきたいと思います。はい、まあ今年ね、お世話になる皆さんだったりとか、まあ今年からお世話になる皆さんだったりとかね、いろんなこう方々がいらっしゃいますから、はい、2016年いい1年にねしていきましょう。さあ今日の番組のテーマなんですけれども、今本当にこうまさに、頭の中でずっとこう考えてることというか、考えてることをね、アウトプットして誰かに話したりとかブログに書いたりとか文字に書いたりとかしてアウトプットし、で実行していこうかなっていう、そういう僕1年なんですよ今年。まあ今まで頭の中で企てていたことで、またこんなのがあったらいいねってね簡単に言ってた言葉などなど、いろんなこう企画をですね、実際にこう形にして、でそれをこう、まあ、ゼロからね1を生み出す作業を今年いっぱいやっていこうかなと思ってるわけですよ。で、今日の番組のテーマなんですけど、こんなイベントがあったら面白いなっていうイベントというテーマでやっていきたいと思います。はい、いやお金出しますからね、2500円とか3000円ぐらいこう参加料としていただいて、でそのイベント2時間3時間とかね楽しむわけですから、まあそれ相当のね楽しみがないと人って動かないと思うんですけれども、まあアーティストのねチケットでもそんなにこう名がある人でもね、チケット残るとか、まあやっぱりこう中には、発売開始って言って、数分以内に完売になるアーティストもいるわけですけれども、まあでもなかなかそういう人たちってね、いないのが実情だと思います。まあなんですが、こういうイベントがあったら行ってみたいなっていうね、まあ、皆さんなりのこの面白そうだなっていうこういった企画をですね、企画案を教えていただきたいなと、思います。はい、まあ一応こう僕もね口だけは言えるのでこの間楽しいんじゃないのっていうような無責任な発言だけはできるんですけども、今年はその無責任な発言をちょっとこう練って、でそれをこうね協力者を募り、イベントにしていこうと考えてる1年なので、はい、できればねそのアイディアのちょっとしたこうスパイスになっていただけたら嬉しいなと思いながらね、企画を番組をね、テーマを設けております。はい、まあ、なので、今日の番組のテーマイベント、こんなイベントがあったら行きたいというイベントがあれば教えてくださいというのがメッセージとなっております。宛先は 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしています。まあ今現在ね、世界で大好評上映中のスターウォーズ、フォースの覚醒ということですけど、僕は全然興味がなく見る気配もありません。ですがもうそのスターウォーズファンの皆さんの熱狂ぶりはめっちゃわかるんですね。まあ、僕も007だったりとかジュラシックワールドとか、ミッションインポッシブルとかいろんなこう作品が好きなので、そのやっぱり何かに特化して何かイベントを立ち上げると人って多分集まるんだろうねと思うんですね。まあ、なのでそのキーワードを何にして、どんな中身をね組み立てていくか、
まあ、こういう話が例えば企画書とかになっていくので、まあ、こういったね、ちょっと思いつきな、いやこうそんなにこう面白いわけではないけれども、こんなものがあったら嬉しいよねっていうね、そういったものがあったら教えてほしいなと思います。はい、さあ1月12日火曜日ということですけれども、まあ、だんだんとこう寒くなっていくんでしょうね、きっとね。まあ今度の日曜日か、ムーチー、まあ、旧暦12月8日ということで、ムーチーの日がやってきますけれども、もうこの日ぐらいからまたちょっとムーチービーサーでね、寒くなっていたりもするし、でまたそうこうしていくうちにあっという間にこう2月がやってきて、プロ野球キャンプ2月の1日、まあ、沖縄市は広島カープがずっとこうキャンプ張ってますけれども、まあ沖縄市営球場を改築し新建スタジアムになって、でいろいろこうねありましたけれども、まあ、広島カープは第2次からのキャンプインということで、2月の20日から28日までのね日程でキャンプを行うということ決まっているようですね。はい、もう今年はね、前田健太がドジャースに8年30億で決まって、でそのやっぱりこうメジャー行きを決めたということもあって、まあ、黒田投手が、まあ、残留という形になって、で、まあ、新人に入ってきた選手も、でまた2年目3年目の若手のね皆さんの活躍とか、まあ、いろいろこういろんなものがこうコラボレーションというかね、うまくこう化学反応していくと今年こそはっていうのがあるでしょうね、きっとね。はい、まあ、僕は今日赤いパーカーつけてるんですけど、やっぱね2月に入るとこの 赤パーカーをいっぱいつけて、カープをねちょっと応援する方向にシフトしていきたいなと思っておりますので、はい、ラジオ聞いて皆さんも、まあ、ぜひキャンプインの際は沖縄市に遊びに来てください。はい、いや実際ねこうやってキャンプとかになると、そのファンとね、まあサインをいただけたりとか、本当にこう目の前で歩いていたりとか、ジムでね、ウエイトトレーニングやってる姿とか、いろいろこう近くでこうね接することできますからね、まあ、そういう楽しみもまた2月にやってきます。はい、いやー今年こそはね、まあ3位目標とかっていうあれではなくて、1、2をね争えるようなこう勢いをねつけてもらいたいなと思います。さあ、そして最近のニュースといえば、DAIGO&北川挙式4月で調整というね、もう昨日のこの発表、1月の111、なんかこう2人がこう出会った日みたいな、ドラマで共演を果たした日みたいな、そういう話がありますけれどもね、いやーなんかこうみんなが祝福するような、祝福されるような、まあ、カップルなんじゃないかなと思いますけれどもね。でも意外でしたね、この北川景子さんが選ぶ相手として、まあ、大悟ってね、報道があった時に、えって驚いたけど、いや、なんやかんやいって、いい感じじゃないですかって思いましたからね。これだけ好感が持てるカップルっていうのもね、珍しいんかなと思いますけれどもね。先週から1週間、この火曜日に関して1週間経過しましたけれども、皆さんにとってどんな1週間だったんでしょうか。この後もまだまだメッセージお待ちしています。テント頑張ろう会さんから、一流の選手の技を身近で体感できるという企画があれば体験してみたいね。一流の選手の技を身近で体感ができる企画。ほう、大谷投手が投げるストレートをバッターボックスで見送ってみたり、遠藤選手が蹴るフリーキックをキーパーの位置で見送ってみたい。なるほど、これリアル体験だ。はあ、これはちょっとあれだね、キャッチャーとか面白そうだけど怖いね。軟式じゃないんだよ公式って鬼痛いですからね。それをまあ軽くね、まあ五分とかの力で投げていただけたら140キロとかですか。いや、それでももういい、まあそれが体験できるんだったらってことですよね。ネット裏とかね。いやー、いいっすね。あと松山選手、石川遼、まあ、ゴルフのね、トッププロですけれども、こういった面々
とラウンドができるとか、まあ、これはちょっともうあれか、非現実的か。もうお正月特番ぐらいしかないもんね、こんなのね。あー、そっか。これまあ一応あれですよ、今日の番組のテーマの主としては実現できることでしましょうかね。はい、このアイディアを出していただいて、でそれをね、実際にこう実現できるような、そういったこう現実味のあるアイディアがあればいいなと思います。あららがまさいがわさんからもツイキャスで、こんばんはモーリーさん、こんばんは。はい、今日も寒いですけれどもね、この後も寒さ対策していきましょう。明日もねちょっと同じぐらいまた冷え込むらしいですからね。ラジオネームジャムクラッカーさん、モーリーさんこんばんは。夕食を食べながら聞いています。昭和ランチ、ハンバーグ、ナポリタン、ポテトサラダ、最高。あー、いいですねこれね。はい、あ、本当だお家だけど A ランチみたいな、そんな感じだねこれね。 A ランチ、 B ランチ、 C ランチみたいな。へー、またこの組み合わせがうまいんだよね、ナポリタンがね、またね。沖縄ナポリタン。小佐野助くん、モーリーさん、皆さんこんばんは。東野圭吾の小説読みながら聞いています。今年すでに3冊目。これすごいよね本当に。僕人生で小説って3冊も読んでないよ多分1冊も読んでない小説に関しては、本当に。いやー、もう感心するな。さてさて、今日のテーマ、こんなイベントがあればいいな。ラジオに絡めるならエンパナをイオンモール沖縄ライカムから公開放送なんてね、かっこ笑い。はい、これもう本当になんてねだねちっちゃくとかだったらできるんじゃないですか。すいません迷惑かけないようにするんでみたいな、めっちゃこう腰低いところからね入っていって隅の方でしれーっとやるみたいなどうなんでしょうかねこれね。はい、まあ本当にね、アイディアってどこにあるか分かんないですから。でまたそれが今まで誰もやったことのない企画の可能性もありますからね。まあ、こういったものをねこう集めて、その中からこう現実的なものをねこう見極めてイベントができたらいいなと思いますね。はい、エンパナタイム2、今日の番組のテーマはこんなイベントがあったらいいな、でメッセージをお待ちしています。761@fmkosa.jp 761@fmkosa.jp でお待ちしています。さあ今日の2曲目いきましょう。5第5のナンバーでビューティフルネーム。
さあ1月12日火曜日夜9時から10時までの生放送エンパナータイム2。今日の番組のテーマはこんなイベントがあったら面白い、はい、参加してみたいイベント、まあ、皆さんが考えるね、あこれはちょっと笑える面白いなと、まあ変な話、美人ばっかりが来る合コンとかね、もうこういうことでもいいんです。言えばこれちょっと面白そうだなっていうね、行ってみたいなっていうものがあれば行っていただきたいなと、メールで送っていただきたいなというところでございます。はい、ケントーさんのね、あのアイディアが素晴らしいんですよ。モーリーさんの運勢を5、6名程度の占い師に月ごとに占ってもらい、毎月検証していき的中率を競うという占いを決定戦かなんかあればニヤニヤしながら聞いてみたいね、ということで、これ面白いね、占いの統計もう商売上がったりって感じですけれども、これすごいな、これもう本当個人的にお願いしたいね。うん、でやっぱりね、統計していきますから、でそれをこう経てエンパナ的占いを決定っていうね、嬉しくないだろうなこの占い師さんね。いやでもうわどうこれちょっと面白そうだなマジで。うん、いや乗るかそるかですよね、今ねこの占い師さんたちが。いやこれはこれでねやってみたいな今年。被験者は大谷あゆみでも可能、彼女はそういうの好きでしょうということで、はい、あの吉本芸人のね大谷あゆみでも OK っていうことですね、はい、いやーあいつの場合ね波が死にあるからね、その死にある波を、高低差のある波を見事的中してくれる占い師はもうねFM 講座認定の占い師と呼んでも過言じゃないでしょうかえでも面白そうですねこれね。うん、ああこれなんかやってみたいなマジで。占い師に知り合いたかな。まあ、はい、ちょっと置いておきたいと思います。これ面白そうだね本当に。はい、モーリーさん、リスナーの皆さん明けましておめでとうございます。具志川の志村健です。あ、具志川の志村健さん、今年もよろしくお願いします。テーマ、こんなイベントがあったらいいな、リスナー同士の遠足や魚釣り大会、一度もないイベント最高やんて、体調管理をしっかりして番組千張りを晩酌しながら聞いています、バイバイ。はい、ということで、あれじゃない、リスナー同士の遠足とかってあるんじゃない。まあ、ちょっと大きくいくと柳拓の行く北海道ツアー的な感じってことでしょこれ。魚釣り大会ね、なるほど。いやでも魚釣りする人多いですからね。うん、そっか、じゃあ釣り王国のね、ちょっと中山さんにお願いをして、でしかもそれをこう記事に取り上げてもらうっていう、新聞もね。おお、魚釣り大会はなんかできそうだけど、ちょっと難儀そうだねあんまりこう、そうですね、やっぱこうあれだね、1人より2人、2人より3人みたいな感じで、たくさんの子皆さんが参加できるようなやつがいいですね。うん、遠足か。まあでも具志川の志村けんさん昼から飲みそうなんだよなビール片手にね。小園助くん、 FM 小園の Facebook を見たらモーリーさんがセサミストリートに出てくるムックに似ててびっくり、はい、赤パーカーできまして、その赤パーカーのね、あのフードの部分をこう顔を隠して、僕の気持ち的には赤ずきんだったんですけど、セサミストリートだったんですね。モーリーさんが年内に欲しいものを一つ設定してわらしべ長者、ああそういうことね、わらしべ長者形式で物々交換をし見事に達成できるかどうかのコーナーはどうでしょうか
あ、コーナーイベントじゃないんだ。いやでもいいですね。はあ、これ誰がやるんですか。俺が。あ、そうです、もちろんそうですよね、やっぱりね、自分で交換をしていってってことですか。ああ、そっかそっか。いや、いいかもね。ああ、これだったらすぐにできそうだね、一応ね。何が欲しいかな。ね、年末から1万3000円で買ったニューバランスがなくなってるんですよ、僕。本当に身に覚えがなくて、忽然と姿を消したんですよ、僕の自宅またはどっかから。そのニューバランスが欲しいかな、帰ってきて欲しいかな、願うわ。いやー、まだね、4回ぐらいしか履いてなかったから、これこんなに早く去るなんて思ってなかったですからね。ニューバランスが欲しいかな。紺のね、はい、こうレザーの、もう多分レザーだった、レザー、レザーじゃないな、メッシュか、そうそう、メッシュだ、メッシュのね。お初になりますが無視しないでな、すがるよ、あけぽよ、モーリーのモーリーをちんむりて、私です。総勝ち断髪したね、嫁と初行きしたね、第二子に期待してるからよ、死に方忘れたなら連絡ください。はい、アゴベルト中里さんからいただきました。してして今日のテーマ、どこまでなら許すか。この人ね、相変わらず番組無視ですからね、本当にね、関係ないですからね、一方通行ですからね、コミュニケーション。子供が私の大切なプライベートのホルダーを開けたらギリ許す。でもよ、バイクのメットイン開けたらよ、絶対許さん。別名東京書店って呼んでるくらい大切なメットインだばよ、ぬがらさん。モーリーもこんなこと、こんなところないね、安静、今年は優しくしてよ、バイビロン、ということで、はい、これも優しくするもしないもね、本人次第だと思いますけどね、全部こう返ってきますからね。うん、まあいろいろあるんですね、子供たちとのね、間で、はい、八行くし。はい、あの第二子はね、また発表があればいいなと思いますよ。はい、まあ、先輩パパですからね、言ってもね、アゴさんね、はい、いろいろ今年もよろしくお願いします。ユキさん、ニューバランスドゥーチュイあっちしたんだね、ということで、これ本当にね、2015年から2016年のもうあれですよ、七不思議ですよ、全然身に覚えがない、本当に。靴なくすってないじゃないですか、まず。しかも買ったばっかりとかね、大切にしてるものとかってまずなくさないですよね。全然覚えてないんですよ、これが。お家にあったはずなんですけど、ある日忽然と姿を消していて、あ、ハーコーって思った時にはないっていう。こういう時ってあれですよね、中金切られる時とか劣化された時の気分と同じですよ。なんでっていうね、意味がわからない、状況を把握するまでちょっとわからないみたいな、そういう感じになりましたけどね。テント頑張ろうかいさん、先ほどまあ、DJ モーリーの今後を占う占い師の方々に、5、6人ぐらいの占い師に僕を占っていただいて、月ごとにで、その中からやたら当たる占い師を決定していこうという話がありましたが、チャンピオンに輝いた占い師の日めくりカレンダーを作って販売とか、毎日収蔵的な、僕の今年の運勢見事にズバリ当てた占い師の方のカレンダーってことですね。そんなに出たがりな人いますかね、そもそも占い師の方で。まあでもこの天童さんの企画はあれだね、
できないこともないかもね。ああちょっとねいろいろこう当たってみたいと思います。さあこちらもラジオネームジャムクラッカーさんからメッセージいただきました。モーリーさん、ニューバランスヤンキー中学生が履いてるかもということで、はい、じゃあもう結論としてはパクられたってことですね。なんでなくなったかな。もう小佐之助くん、日めくりカレンダーの名称毎日ユタグワ、はい、いいんじゃないですか。いやでもな、基本的に俺占いとか信じないからな。もうこれ言ったらもう元も子もないですけど、本当に全部こう自分自身だとも思ってきてますから最近ね。まあまあでもその助言がね、時に背もたれになったりとか、時にね、お尻を叩くものになったりとか、まあそういうきっかけになればいいかなぐらいですから、まあまあまあ、まあちょっとねアイデアを一つとして受け取っていきたいと思います。今日の番組のテーマは2016年、今年こんなイベントがあったら面白い、こんなイベントがあったら行ってみたいというものを大募集しています。メッセージは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしています。
さあ、ということで、メガリューフィーチャリングパン、レッカで、消えない宝をお送りしました。1月12日火曜日のエンパナーダタイム2、今日の番組のテーマは、こんなイベントがあったら面白いな、こんなイベントがあったら行ってみたいな、というイベントを大募集しています。まあ、皆さんのね、頭の中で描いているアイデアがあればですね、教えてほしいと思います。宛先は、761@fmkoza.jp。761@fmkoza.jp でお待ちしています。まあ、いろいろこう皆さんからね、アイディアを送ってもらったりとかで、またこんなコーナー自体やったらどうなのかっていうね、まあ、去年も多分同じようなテーマを設けたことはあるんですけれども、今年はそれを言って、流れるだけではなくて、実際にこう目に見える形としてね、実現できたらいいなということで、こういったテーマでしております。こちらも行きましょう。メール、ジャムクラッカーさん、 BS の酒場放浪記の吉田類さんとコザの酒場飲み歩く。はい、なるほど。はい、うん、まあ言えばコザの酒場を飲み歩くっていうところがやっぱりあれなんですね、基本なんですね。でそこにプラス吉田類さんみたいな人ってことですね。宮島さんでもいいですか。宮島真一とコザの酒場を飲み歩くツアーね、コザの裏側でもういろんなところ知ってると思いますので、宮島さんが、まあ、宮島さんにはね、こうゲラの代わりにこのお客様それぞれからおごってもらってベロンベロになりながらコザのいいお店をね練り歩くっていう、どうでしょうか。はい、もしこの案でよければ先輩に話したいと思います。今多分東京なんですよね、ふるさと祭りという、東京ドームで開催されてるイベントに出てると思いますので、まあ、帰ってきたらね、はい、提案してみようかな。いやでもね、宮島さんもね、こういうリスナーさんとのねつながりとかめっちゃウェルカムだと思いますので、はい、テント頑張ろう会さん、陸上極めてマスターズで優勝すると言ってなかった、ドキュメントで追っかけてみたらいいさ、ということで、はい、去年行ってましたよね、2015年の下半期っていうんですかね、うん、全く走ってないですね。今日本当に、この、まあ、ちょっとね代理店の方といろいろこうお話をさせてもらってる中で、某ファーストフードでお話をさせてもらってたんですけど、で去年から一応このマスターズ陸上のね、世界で活躍をされている福里さんという方がいらっしゃって、まあ、この方はもう言えば行ったことをね世界クラスでも実現している方なんですよ。もう言えば、ね、行動力もあるし言葉に力があるしスピードがあるし重みがあるし、はい、そんなこう大先輩がやっているこのかけっこ教室というのがあるんですね。まあ下は小学校低学年ぐらいから上は75歳までの人が、ある陸上を楽しむ大好きになるそんな教室があるんですよ。でそこで僕もすいません、福田さん僕も走りますっていうことを言ったんですね。で行ったんですけど、通い始めて2ヶ月目ぐらいからだんだんとこう、まあ、僕のスケジュールと折り合いが合わなくなり、あ今日行けるけどなーっていう日が何回もあったにもかかわらず、だんだんとこの気持ちが下がっているっていうことで気がついて、変な怪しさって思いながら年が明けて今日この代理店の方と打ち合わせをしている時にまさかの福田さんが、その某ファーストフードに来て、パソコンパチパチやってるんですよ。福
福田さん お久しぶりですって言って、実は夢死に変ななんですよって言いながらね、正直に打ち明けて、こんな変なとかじゃないっすよみたいなね、やっぱもう寛大ですよ。はい、何の話しちゃった天童さんとユーキーさんのこの、絡みの中で言動の瞬発力は半端ないですよね言動の瞬発力、はい、なんかいいフレーズですねこれね。さすが K1 でチャンピオンを目指しただけあるということで、ユーキーさん、いつもながら感心するといういやこれ自分でもびっくりですからね、言っときますけど、僕はもう僕自身を裏切ってますし、もう失墜ですよ、失墜、言うならばね、はい、こんなだったっていうね、あの日のやる気はどこに行ったっていうぐらいもう失望してますから本当に。小座之助くん、彼氏彼女に関する愚痴、失恋した時の話などを語り合う飲み会、その名も忘恋会なつてということで、はい、ラジオネーム小座之助くん、もうあれもう傷の舐め合いみたいな、そんな感じですか、うん、いいよいやー、やっぱりね、集まるんだったらね、楽しい方がいいんじゃないですか。お互いのこれね、話を聞いても、まあまあ、こういうのがあったらっていうことですね。はい、小座之助くんね。いやー、もう、あれだな、最近でもね、僕結構ネガティブなんですよ、本当は根は。根はネガティブなんですけど、やっぱ関わる人、みんなこの、なんていうんですかね、ちゃんと自分の思い描いてる思想があって、で、目標があって、で、その目標を達成するための逆算をしてあって、で、今何をやってるかっていう、これがはっきりしてる人がすごいたくさんいて、なんかこう、まあ、それの影響もあるんでしょうね。あんまりこう後ろを振り返る的なことしなくなりましたね、なんかね。天童さん、燃え上がるのも早いけど消えるのも早いよね、やる気の炎何なんでしょうねこれね。俺もわからないさこれは、っていう人を5、6名の占い師がね、月ごとに今後の占いを、まあ、僕の運勢を占っていくっていう、その企画をめっちゃいいですね、うん、これだけ村のある人ってなかなかいないですから、その村のある中で、実際に起こることを当てていくっていうね、これは面白いですよ、うん、でそれがね後々こう、まあ、立証されたら、そのまんまその占い師さんのところにね、リスナーさんが、まあ、お客さんとしていくっていう、そういうことになっていきますからね。まあ問題はあれですね、その占い師さんが参加をするかっていうね、この企画に賛同するかっていうところがまあ争点ですけれども、はい、この辺で曲をいきたいなと思いますが、今日の番組のテーマはこんなイベントがあったら嬉しいな、面白いなっていうね、そういったこうアイディアを大募集しています。761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp でお待ちしております。さあ1曲ユーミンのナンバーから曲をお送りしていきたいと思います。これにしようかな、はい、この曲を1曲お送りしていきたいと思います。松戸江由美で優しさに包まれたなら。
さあ、お届けした曲は松任谷由実で優しさに包まれたならお送りしました。さあ、番組もそろそろお別れ、エンディングの時間がやってきておりますけれども、今日の番組のテーマ、こんなイベントがあったら面白いのにな、こんな番、イベントがあったら行ってみたいなって思うものをね、皆さんに送ってもらいましたけれども、一応なんかあれだね、本当にこの、皆さんからいただいたものをこう今年は一個最低でもね、こう形にして、でこうリスナーさんだったりこう僕がね間にこう入って、そのイベントちっちゃくでもいいから、なんかこうできるようにしましょうね。うん、でそれでこう積み上げていって、でそれをこういろんな人にこう協力してもらってやろう自分で思いついていいねって言うと、もう熱がありますからね、熱のこの上がり下がりが激しいですから、でそれをこう多くの人にこう伝えて、で周りもあったかいね、こっちもあったかいねってなると、また自分もあったかくなりますからね。自分の熱の上がり下がりだけではもう時間が持たないですからね。はい、これをたくさんの人と共有をして、やっぱりやっていけたらいいなと思いますね。はい。さあ、ということで、そろそろお時間ですけれども、この後夜の10時からは、大人の恋愛相談室の時間です。1時間生放送。で、また11時から12時までも、Tonight 5ということで、吉本芸人の皆さんが日替わりでパーソナリティを務めている番組もありますからね、またこの後もラジオ聞いてみてください。さあ、成人式終わったばっかりではありますけれども、もういえば、高校3年生ですかね、多分就職休みとかっていうのに入って、で、3月の卒業待つばかりみたいな、そういう多分頃合いだと思いますけれども、なんか、あれだね、これからまた、別れのシーズンというかね、そういったものにも入っていきますね。多分、内地に行く内地組の皆さんは、新居を探したりとか、いろいろこう、これが受験なんかもね、もちろんあると思いますけれども、また忙しいシーズン入ってきますね。今日のエンディングは、先ほどお届けしたユーミンのナンバーからもう一曲、卒業写真でお別れといきたいと思います。さあ、ということで、今日一日寒かったですけれども、明日一日も沖縄もまた、少し寒くなるようなので、お互い風邪をひかないように気をつけていきましょう。火曜日、ここまでのお相手は DJ モーリーでした。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いしましょう。